デウス堂は、文語国府内に1553年6月に建てられたとされるキリスト教の教会堂である。ダイウス堂、建徳寺、府内教会とも呼ばれる。1551年、大友氏第21代当主、大友義重は、イエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルを、府内に招き、キリスト教府教の許可を与えた。ザビエルは、 間もなくインドのゴアに戻ったが、バルタザール・ガーゴラ一行を布教のために、府内に送った。一行は1552年9月9日に、府内に到着し、許可を得て、布教を始める。また、彼らは土地を与えられて、おサムいンと聖堂を建設。1553年7月22日のマグダラのマリアの祝日には、大きな十字架が掲げられたと記録されている。 この教会はポルトガル語では、ノッサセンホラダ・ピエダレと呼ばれた。江戸時代に描かれた、船井小には、大友士官の西側に、大イウス堂として描かれており、これらの資料から、デウス堂は、現在の大分市県特徴にあったものと、推定されている。また、現在の県特徴という地名も、デウス堂を、仏教寺院風に天徳寺と呼んでいたものが、後に、 剣徳寺に転化し、一帯が、剣徳寺町と呼ばれるようになったことに由来すると、される。デウス堂があったと推定される、大分市剣徳町二丁目には、デウス堂跡の石踏みが混流されている。敬験なカトリック信者であった第三代大分市長、上田穂は、市長在職中の1952年4月、この付近を大分市が買い上げて、 デウス堂を復元するとともに、キリシタン関連の資料を展示するキリシタン文化博物館を建設し、一帯をデウス堂跡記念公園として整備する構想を掲げたが、実現しなかった。ありがとうございます。